はい、はい、暇さえあればブルースを弾き始めるおじさんたちの絵でした、はい、お兄さんたちの絵でした。今日は久しぶりに1回で洋楽カバーということで、ビートルズのレッド・イット・ビーをファンキーに。なんかレッド・イット・ビーのいろんなカバーを YouTube で僕も探してみたんですけど、はい、いい歌でしょみたいな感じでこうしっとりとやってるのが多くて、はい、うん、ちょっと引くんですよねポールがやる分にはいいじゃないですか。そうですね、うん、マッカがやる分にはね。そうそうマッカがやる分にはマッカが、うん、やはりこうレッド・イット・ビーですからね、まあ、いわゆる訳すと、うん、ジャッキーさん、これレッド・イット・ビーってのはまあなんて言うんですかね、どうにでもなれではなくて、なすがままにじゃないけどね、なんかね、Let it be what you have or what you are. Just it's kind of similar to let it go, but just like let it be. I don't know how to say in English because it's already in English, but yeah. みここのままにというかね、まあ、そういうやつですよね。まあ、そういう感じなんで、なんかやっぱりファンキーにですねやってみたいなと。ファンクってそういうなんか軽くいこうぜみたいな感じじゃないですか。ということでね、やってみたいなと思ったんですが、これやっぱファンクにするにあたってどうなんですかね、木村さん。16ビートにするということですね。16ビート、そうですね。16にする。それからあとコードをやっぱり少なくする。ああ、確かにコード、これべったりやっちゃうとね。そうですね、この高進行でやるとね、16やると、マルーン5になってしまうんで。おお、ね、マルーン5になってしまうのか。うん、そうですよね、こう循環のいいコードで16やるとなってしまうんですよ。なるほどなるほど、それはファンクと言えるのかってことですね。おお、なるほど、うん、やっぱりこのマルーン5はファンクではないと、まあ、ビートで言えばあれですよ、16ですよお、うん、ファンクってやっぱ泥臭さとか、あ、なるほど ね、そういうとこですね。ブルース、ゴスペル、ジャズから来てっていう流れをちょっと組みたいじゃないですか、はいはい、なるほど、ファンクっていうんだったら、はい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 、そういう感じで、リハもすればいいんじゃないかなと。なるほど、もっとファンクに泥臭くやってみようということですね。そうです、リハもは、まあ、みんなでやってるんですけど、はい、リハもといえばロギーさんですけども。そうです、ね、今回コードはこれでも、まあ、全然そのままやってないですよね。いわゆるこれってあの元曲は C? C, G, A マイナー F と、あ、C, G, A マイナー F というそうですね、ああ安定な感じの王道中の王道な、まあ、ね、K-POP でもよく使われるやつですね、でも今回は本当に極力少なくするので、多くても3つぐらいとかにして、もう3コード、そうですね、うん、あとは普通のそのセブンスですね。リハモというよりかはメロをチェックしながらこれが使えるかみたいな、そっちの方なので、リハモするよりちょっとむずい感じがあります。あ、なるほど、あ、そうなんですか。削る方がむずい。そういうわけでスライスさん、はいはい、ね、やっぱりビートルズといえばスライス先生は、そうなんですよ、もう、大好きなんですよね、ビートルズに僕はなりたかったので、ビートルズになりたかった一人で一人で誰になりたかったとかあるんですか、うん、それって。え、僕はでも誰かな、やっぱりジョン・レノンかジョージ・ハリソンかな。あ、そうなんだ。ポール・マッカートニーファンかと思ってました。マッカ大好きですよ。マッカ大好き。もう、もうみんな同じぐらい。ああ、まあね、もうほら、どのアルバムが一番好きかとか、あ、このメンバーのあれがいいとかっていう、話でビートルズファンの間では必ずそういう話になるんですけど、そうですよね、選べないですよね、結局。ああ、その時によってまた違うし。そうですよね、うん、まあ、4人揃ってですからね、うん、マザーメアリーっていうとどうしてもゴスペルの曲なのかなとかって思いがちですけど、マザーメアリーカムトゥミーですね、宗教音楽っぽい歌詞でもあるんですかね、うん、ね、いやでも、うん、みんなそう思う人が当時いたみたいです、お母さんの曲なんですよね、メアリーっていうお母さんだったんですよ。あ、そうなんだ。ポールの、マッカの、お母さんが夢の中に出てきて、なるほど、言ってくれたっていう風な、当時ビートルズ1969年頃はもうほぼ解散状態。ああ、そっか、うん、最後の方の曲なんですね、うん、もう引っ張っていく人マッカーしかいなかったんじゃないかな当時。そんな時に、まあ、夢の中でお母さんが出てきて、なるほど、ナスがママにって言って、あ、母ちゃんが言うたんやと、うん、勇気づけられた曲だっていうふうなことを言ってましたけど、レッド・イット・ビーがまあね、ラストアルバムですもんね。
実質ラストアルバムですね。録音したのはアビエロードよりも一個前です。前だったり、うんうん、なるほど。実質的にはラストですね。母ちゃんがまあなんとかなるやと。なんとかなるよと。言うたって言うたですね。はい、はいはい、なのであのリスペクトの意味を込めて今日はジョージ・ハリスのギターソロはそのまんまなんか原曲に近い感じで。あ、そうですね。パンクなんかワグは踏んでましたけども、踏んでました。ほぼほぼちょっと変えたところはあるんです、まあ、ほぼほぼ完コピでやりました。そうですね、ハリスン先生のやはりソロをね、はい、LP バージョンのアルバムバージョンなんです。これシングルバージョンとまたソロが違うんです。あ、そうなんだ、はい、2パターンあるんですけど今日はアルバムバージョンの、はい、そうなんです。結構違うんですか。結構違います。音もですね、シングルバージョンの方は歪んでなくてコーラスかかってて、へえ、あんまり熱くなくて、へえ。これテンポいくつにしたんですかね。96。原曲はいくつくらいなんですか。原曲はでもバラードだから結構遅いですよね。そうですよね。まあ96のまあなんていうか一番グルービーな感じのファンクのとこですかね。で今回どういうパターンでしたっけね。いわゆるなんですかね。でも今回キックは結構シンプルで。うん。これぐらい。おお。もしか。全部上ですね。なるほど。キックはもうほど8なんですね。そうですね。もう8で16部のスネアの裏とかが結構。ハイハットを右手だけで16で叩くってこれ難しそうに見えるんですけど。まあでもこれぐらいのテンポだったらいけるんだ。ドラムも叩けるロギーさん、これできます。ロギーさん、いやこれ釣りますね。あでもだから、うん、あれですよ、セッター釣りますよ。こうなんか8部なのかな。返す手首で裏が入る。ああ、うん、今回なんですよ、スネア僕結構生音ちっちゃめでやってて、スネアなんですけど、はい、一応ファンクなんでこのオープンリブでバッツリ叩きたいんですね。はいはい、この音じゃなくてこの音で叩きたいんですけど、ほうほう、リムとセンターが一緒に当たるとこの音になるんですけど、はいはい、あはい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 、なるべく軽くやるっていう、ほうこれぐらい、ほうで軽くうまいこと。本当だったらこれになるんですけど、お軽く叩くんだけど両方がリンも鳴ってるってね。おかなり難しいことをいろいろやってるんですね。何気なく見えつつね、それありきでベースが、そうですね、もう決まってんでパターンが、はいはい、はい、どんなベースでしたっけ。ベースはね、まあ何でもいいんですけど、ほう、ドンパダドドンパですね。ほう、ドドドンパとかドドンパドドンパっていうような、あとはいろいろといろいろと遊んでるわけですけども。なるほど。はい。こうですね。はいはい。今回すごいゆったりやってましたね、木村さんは。そうですね。もうどっしりとなんか。もうぐったりとというかなんかもうこうこんな感じでもたれかからないと、ダメですね。レイドバックしてレイドバックですもうあのもうこう前のめりで固まっちゃ弾けないですね。なるほど、こういうのは、はい、なるほどね。もうこうじあの実家にいるような感じで、実家にいるような感じでこういう感じでやれば大丈夫です。なるほど、はい、リラックスですね。フーギーさんは今回はじゃあオルガンでやった感じですよね。そうですね、僕は一応鍵盤なのでオルガンではやったんですけど、電子的にはあのブラス系の要はラッパ
ラッパ、ラッパのイメージでやってるっていう感じ。ファンクのラッパのイメージで、そうですね、ブラスセクションのイメージで、だからこうパーパっていう。ああなるほど。俺がもう弾きながらちょっとイメージしながら、はいはい、おお、みたいな感じで。なるほど。でもこの溜めてる時にちゃんとそのブラスのクレッシェンド感をちょっとイメージしながら、なるほど、みたいな。パラッパってやつですね。そうです、ね。はい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 。それをひたすらこう、もうベーシック、高い方と低い方で同じをずっとやってるっていう感じです。なるほど。基本グループをそれにしてるって。なるほどね。で、まあ、オルガンといえば原曲がね、あの、ピャーピャッピャッピャーピャッピャってところは、そうですね、まさにそのままやってたというか、はい、まあそこもなんかちょっと、なんか不思議なハーモニーが入ってた気がしたんですけど、本当原曲は普通にそのオンコードとかも入りながらとかなんですけど、はい、まあ、ここはちょっとよくまあソウルとかでやるオンコードですね、はい、F でやってるんですけどルートは G で、これのコードのままでなるほどなるほど。どうでしょうジャッキー先生、歌いやすかったですか？なんかどうでした？ Yeah, it was very nice. It was very easy to sing. And I tried to sing like very lightly and fun. Because Hara-san said everyone is covering this song like very like in a ballad touch, like moving touch kind of thing. So I just tried to sing like very poppy and fun and light. ありがとうございます。なんか、なんか良かったみたい。何か良くない。まあそんな感じで。ファンキーなヘッドイテビーなかなか楽しく仕上がったと思います。